バーンナードゥーム軍は、台南部、スラートターニー県にある軍。バーンナードゥームとは、旧、バーンナーという意味である。昔軍の所在地がこの軍にありバーンナーと呼ばれていた、ことから来ている。なお、バーンナーとは、田んぼの村という意味である。軍の歴史は、ラムプーン軍の時代まで遡ることができる。ラムプーン軍は19世紀後半。 現在のスラートターニー県南部の広大な地域を管轄していた。もともと七つタムボンがありタムボンバーンナー、タムボンタールア、タムボンコープケープ、タムボントゥンタオ、タムボンイパン、タムボンプラセーン、タムボンパノムであった。そのうちタムボンバーンナーに軍長があった。1899年ラムプーン軍の南部が切り取られプラセーン軍、パノム文軍,軍となった。もともと ラムプーン軍は、ナコーンシータンマラート県の管轄下にあったが、1906年、チャイヤー県に移譲された。1918年4月29日、軍長がタムボン・バーアンラーにあったので、軍の名前は、ラムプーンから、バーアンラーへと変更された。しかし、1938年7月1日軍長がタムボン・ナーサーンに移動したため、1939年4月20日に、 バーンナーからバーンナーサーアンへと名称が変更された。その後1976年4月15日、バーンナーサーアン軍からタムボンバーンナーとタムボンタールアが分離してバンナーデューム分軍が成立した。その後1982年8月15日、タムボンタールアの一部がタムボンサップタウィーとして分離、1983年7月1日、 タムボンバーンナーの一部がタムボンナー隊として分離した。1990年5月21日、文軍は軍へ昇格した。軍はターピーカーの形成した平地にあり、軍内の主な水源は道下線及びラムプーン川である。交通は大国鉄が通っている。また国道41号線が南北に通っており、南にパッタルン、北に プンピン方面と通じる。国道4178号線が東に伸びており、バーンナーサーン方面とつながる。また国道4219号線が西に伸びており、国道4246号線とつながって、バーンタークン方面とつながっている。軍内の主要な産業は農業でパラゴムの木、ランブータン、マンゴシチンなどが生産されている。 軍は4のタムボンに分かれ、さらにその階に30の村がある。自治体があり、以下のようになっている。また、軍内には4つのタムボン行政隊がある。ありがとうございます。